こんにちは。今日は夫が待ちに待ったコペンの納車日でした。ディーラーの人からね、説明をきちんと受けて、そして出発しました。夫はですね、180センチちょっと身長があるのでね、足がね、やっぱり入るかどうかって心配してましたけれども、でも試乗した時に大丈夫だったので、このコペンに決めました。もうね、子供のようにね、ワクワクしながら納車の日を待っていました。通勤にはバイクを使っていたんですけれども、年齢も年齢ですしね、車に変えたいということで、そしてこのコペンを選びました。まあこれでね、結構遊べるんじゃないかなって思います。丁寧な説明をディーラーの担当の方から受けて、そして出発します。今回お世話になったディーラーの方、皆さんありがとうございます。見やすい？うち、あ、見にくい？口を変えたら？こういう絵みたいなやつなのかな、立体的っぽい。あ、そう。私からは信号見えるけど、ともちゃんから信号が見えにくいってこと？うん、それが？ちょっと座席が低い。ちょうどどこにぶつかっちゃうの？信号が。あ、そこに。あ、そこに。もうちょっと背丈の問題だろうね。うん。うん、その人それぞれの背丈で目線が違うからね。音大丈夫そうな感じがするよ。その風でね、声が聞こえないんじゃないかって言ってたけど、うん、大丈夫。
丈夫なんじゃないかな。ねえ、きっと大丈夫そう。あ、そうね、高速道路はちょっと窓閉めるよね。閉めない、閉めないよ。オープンしないと。オープンで高速って怖いじゃん。なんか飛んできて頭にぐさっときたら困らない？速度にご注意ください。ともちゃん、それがならない運転にして。全然乗ってるだけだ。流れ。おかしい。刺し子持ってきたよ。ドライブの間にできるといいなと思って。ちょっとこれが今急いでやってる刺し子なの。そんなにね、細かい目じゃないから車に乗っててもできそうかなと思って、ちょっとやってみるね。結構光でよく見えるよ。お家の中よりね、明るくてよく見えちゃう。させそう。久しぶりに江ノ島のそばまで来たね。お昼何食べる？おー、なんか美味しいもの食べよう。せっかく今日はさ、記念日だよ。ん？今何時？今11時15分。ここに時計がある。ともちゃん、毎日楽しいね。そしたらこれから。会社にも。通勤が楽しみだね。海見えるかな？キラキラして。綺麗ね。天候掲示板みたいな、書いてあったよ。この辺はやっぱり走ってると気持ちいいよね。キラキラ見えるからね。相変わらず混んでんね。ここに入る。ちょっとね、コンビニに入ろう。じゃあご飯パッと食べて帰ろう。ラーメン屋さんある。ラーメンでいいよ。っていうかラーメンがいい。
私もちょっと運転してみたい。私もちょっと運転したかったな。別にこれからずっと。行っちゃいました。変わろうか。車庫入れられる？これバックモニターあるから。いける？ラーメンを食べる。パックの時重い？久々だからそう感じじゃない？ね。到着。これ閉めなきゃね。上。うん。ね。上閉めんのやらないと。ラーメン来たよ。食べよう。ともちゃん、これもう替え玉届いたんだね。いただきます。私は赤丸の特製赤丸っていうのでしたね。美味しそう。いただきます。よいしょ、座れました。カタカタ。ここじゃなくて ここを持たなきゃいけないね。なんかこっち掴みたくなるけど、こっちね。結構ドアがね重たいです。はい、閉まった。ちょっと前に出して、動かない。あ、ちょっと前に出して、そうするとちょっと傾斜した。後ろ倒せ後ろに、ここで、うん、ここのところでよいしょ。あ、ちょっと下がった。ちょっと楽になった。直立だった。直角だった。充電ができないんだね。ここにあるから、ね、線を中に、あとはもう入れちゃうかって話。あ、そっか、携帯をここの中入れて充電ね、うん、そうだね、チャージするね。これは、これも取るとあれなんじゃない、あれをつけれるんだ、あの充電のね。よくここに差し込んでなんか携帯とかさつけてる人もいる、うん、ね。あのオートバックスわかる？ああ、うちの実家の方の。そしたら携帯ホルダーとかさ売ってないかな。それとももうアマゾンとかで買う？速度にご注意ください。見るくらいはいい？うん、うん、じゃあ見に行こうね。もう今日もうこの後さお父さんとこ行かなきゃいけないから帰ろうね。そこ寄って帰ろう。オートバックス着いた。なんかさオートバックスとか若い頃しか行ったことないから、久しぶりだよね。久しぶり。ホルダーを買ってきたよ。ここにつけるタイプ。この上にはねちょっとつけにくいかなと思ってね。下すぎ、どこら辺？ここでいいよ。これでもこんなになっちゃう。なんかエアコン出なくなりそう。大丈夫なの？どうやって止めんのそれ？つけたことないもんね、うちの車に。これバキっていかないかしら。大丈夫？これは一番安いやつにしたんだよね。
980円でした。これ低い。ちょっとつけてみよう。ここに支えがないから落っこっちゃった。あ、そうそうそう、それがいるんだ。ちょっとつけてみようね。これでつくのね。ついたついた。ついた。うん。ちょっとこんな感じですね。つきました。いつも私縦で撮ってるからね。横にするとこれちょうどいいのかもね。次動画撮るときは横で撮ってみようかな。うん、突然横になったら嫌だよね。980円でよかったね。安くてね。だけどさ、こっちは映るけど向こうは映んないよ、これだと。映んないよ。向こう映んない、ね、向こう映すときはだからこの辺から、この辺からのカメラだったら向こうが映るけど、でも前の車のさ、ナンバーがこっちから映したらいっぱい映っちゃうな。映っちゃうの。みんなどうしてんの？